はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。フィクトスター父のスビカでございます。11月のフライヤー映画情報をお伝えしていきたいと思います。今回はですね、洋画が5作品、邦画が11作品の合計16作品のフライヤーが集まりました。今月はちょっと邦画が多いですね。で、また注目作品については、まあ予告情報を流せるものは予告情報を流していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまず11月1日なんですけども、こちらですね、一応注目作品として福山雅治さんの待ち寝の終わりにが11月1日のロードショーになっております。石田ゆり子さんと福山雅治さんのパリでの映画ですね。こちらのね、予告情報を流したかったんですけど、ちょっとね、大人の事情の関係で流せなかったので、今回ね、こちら見開きになってますので、ちょっと説明していきたいと思います。見開きではこのような状態になっております。ストーリーの方なんですけども、世界的なクラシックギタリストの牧野聡は、公演の後、パリ通信社に勤務するジャーナリスト、小峰洋子に出会う。共に40代という独特で繊細な年齢を迎えていた。出会った瞬間から強く惹かれ合い、心を通わせた2人。陽子には婚約者がいることを知りながらも、高まる思いを抑えきれない牧野は陽子への愛を告げる。しかし、それぞれの取り巻く目まぐるしい現実に向かう中で、牧野と陽子の間に思わぬ障害が生じ、2人の思いは決定的にすれ違ってしまう。互いの感情を心の底にしまったまま、別々の道を歩む2人がたどり着いた愛の結末とは、ということです。原作は芥川賞作家平野啓一郎さんの代表作「待ち寝の終わりに」。ラブストーリーでありながら、人生の苦悩、世界の分断や対立といったテーマを織り交ぜ、登場人物たちの心情の変化を緻密に描き出し、大きな話題を生んだということです。東京、パリ、ニューヨークの彩り豊かな街並みを舞台に、音楽家とジャーナリストの男女2人が出会い、悩み、そして愛した6年。それ以外の出演者がこのようになっております。吹雪純さんや古谷一行さんも出ていらっしゃるようですね。背面はこんな感じですね。福山さんがいて、たった3度会ったあなたが誰よりも深く愛した人だったということで、こちらが11月追加ロードショーになっております。続きまして、閉鎖病棟、それぞれの朝、その優しさをあなたは咎めますか、ということで、こちらの3人の主演になっております。笑福亭鶴瓶さんが生きながらえた元死刑囚秀丸、綾野剛さんが幻聴に苦しむ元サラリーマン、中さんで、小松菜奈さんが DV を受ける女子高生、雪役ということですね。でストーリーなんですけど、長野県のとある精神科病院、死刑執行が失敗し生きながらえた秀丸、幻聴に悩まされる中さん、 DV が原因で入院する雪、3人は家族や世間から遠ざけながらも心を通い合わせる。彼らの日常に影を落とす衝撃的な事件はなぜ起きたのか、それでも今を生きていく理由とは何か、法廷で明かされる真実が壊れそうな人生を夜明けへと導く、ということで、こちらが11月1日ロードショーになっております。続きまして、こちら洋画なんですけど、イット、すべての謎が明らかになる、イット完結ということで、こちらの作品がイット、それが見えたら終わり、ホラー映画歴代興収ナンバーワン、イット完結ということで、子供が消える街、それは現れる。これイットは見たことないんですけども、スティーブン・キング大人気小説を映画化したイット、それが見えたら終わり、まあ2017年ですね、公開されるや否や、ホラー版スタンドバイミーと称され、ホラー映画歴代ナンバーワンの興収を樹立した。だが、イット、それの恐怖はまだ終わっていなかった。前作を上回るスケールと予想外の展開、原作者自ら大絶賛するホラーエンターテインメントの最高傑作がついに完結するということで、こちらが11月の1日、ロードショーになっております。続きまして、こちらですね、最初の晩餐、父の遺言は目玉焼きでしたということで、こちらが
永瀬正敏さんがお父さん役で、主人公が染谷将太さんですね。で、お母さん役に斉藤由貴さん。で、お姉さん役に戸田恵梨香さん。で、連れ子のお兄さん役で窪塚洋介さんという出演陣になっておりますね。最初の晩餐。つや振る舞いはかつて親父が作ってくれた目玉焼きだった。父が亡くなった。母が仕出し屋を突然キャンセルし、出したつや振る舞い。それは一冊のノートに残された父の思い出の味。父と時間がよみがえり、家族も知らなかった秘密が浮き彫りになっていくということで、こちらが11月1日ロードショーになっております。続きまして、11月8日の注目作ですね。来ましたね、ついに。ダダンダンダダン。ダダンダンダダンが帰ってきました。来ましたね、こちら。シリーズの創造主、ジェームズ・キャメロンがついに描く伝説の大ヒット映画、ターミネーター2のその後の世界ということで、ターミネーター、ニューフェイトがやってまいりました。裏面はこんな感じになってます。こちらですね。この審判の日に備えよということで、こちらの予告を流したかったんですけど、こちらもね、大人の都合でちょっと流せなかったんで、見開きがありますので、そちらの方を説明していきたいと思います。サラ・コナー&T800 が復活。待ってました。あの名作が新たな伝説を生むということで、このシュワちゃんとサラ・コナーの共演ですね。ターミネーターニューフェイトなんですけど、ターミネーター2の正当な続編が見せる審判の日を回避した新たな世界ということで、84年のターミネーター、91年のターミネーター2に続く本作ということで、こちらはかなり気になる作品ですよね。孤高の戦士、サラ・コナーですね。リンダ・ハミルトン。旧型ターミネーター T800。アーノルド・シュワルツネッガー。で、今回は最新型ターミネーターということで、REV9 新型ですね。最新型ターミネーターです。あ、これですね。2体に分裂する最新型ターミネーターの圧巻映像ということで。で、新たにこちらに出てますね。強化型戦士グレース。マッケンジー・デイビスさん。で、人類滅亡のキーマン、ダニーっていうのがいますね。ナタリア・レイエス。こちらのターミネーターニューフェイトが I'll be back ということで、シュワちゃんカムバックということで、11月8日ロードショーになっております。続きまして、こちらも11月8日ですね。人よ、壊れた家族は繋がれますかということで、こちらの出演陣になってます。佐藤健さん、鈴木亮平さん、田中裕子さん、松岡美優さんの家族みたいです。家族愛。あの夜、母は父を殺した。子供たちの幸せと信じて。15年後、母が帰ってきた。ということで、ストーリーの方なんですけども、土砂降りの雨降る夜にタクシー会社を営む糸村家の母、小春は愛した夫を辞めた。それが最愛の子供たち3兄弟の幸せと信じて。そして小春は15年後の再会を子供たちに誓い家を去った。時は流れ、現在、次男、裕二、佐藤健さん、長男、大輝、鈴木陽平、長女、園子、松岡美優の3兄弟は事件の日から抱えた心の傷を隠したまま大人になった。抗うことのできなかった分かれ道から時間が止まってしまった家族。そんな一家に母、小春は帰ってくる。15年前、母の切なる決断と残された子供たち、皆が願った将来とは違ってしまった今、再会を果たした彼らがたどり着く先は。親と子はどうしていつもすれ違う。こちらが11月8日、ロードショーになっております。続きまして、こちらも11月4日なんですけど、永遠の門、ゴッホの見た未来。監督脚本がジュリアン・シュナーベルさんですね。ゴッホの目に映る世界は美しさに溢れていた。彼はそれをカンバスに描き続けた。たとえ生前にたった一枚の絵しか売れなくても、いつか必ず感動が伝わると信じて。
美術史上最も人気の高い画家の一人、フィンセント・ファン・ゴッホ。彼の魔法にかかると見慣れたひまわりやアイリス。当たり前にある、そこにある星や月が不思議な魅力を放ち、見る者にパラレルワールドに踏み込んだような陶酔感をもたらす。こちらがゴッホの作品になるようですね。主演の方がウィリアム・デフォーさんですね。こちらの方は、スパイダーマンでグリーン・ゴブリン役を演じた俳優さんですね。この作品で、このウィリアム・デフォーさんが初のアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたようですね。こちらの作品が11月8日、ロードショーになっております。続きまして、11月8日なんですが、リ・ゼロから始める異世界生活氷結の絆。君のためになら僕は何だってやれるということで、こちらのアニメーション映画ですね。2016年にテレビアニメが放映され、国内外で大ヒットしたリ・ゼロから始める異世界生活のアニメ完全新作エピソード、ヒロインエミリアと精霊パックの出会いの物語がついに明かされる。この作品は知らないんですけど、これがパックですね。この猫みたいなのが、パックっていうのがいますね。で、こちらがエミリア。この可愛い女の子がエミリアになってますね。こちらは個人的に気になったので、予告のトレーラー映像をこれから流させていただきたいと思います。それではどうぞ。どうかした、リア。今日のデート楽しくなかったんだね。わかるよ。やっぱり初めてのデートの相手がスバルじゃ、リアにとっては役不足だよね。そうじゃないの。ちょっと昔のことを思い出しちゃったから、それだけ。スバルは関係ないの。そっか。昨日からの雪まつりでたくさんの雪像を見たもんね。だからちょっと考えていたの。今も森にいるみんなのことを。私が嫌われる理由は、私にはどうにもならないことなの。私を嫌うなら、その理由は私にしてよ。金髪、長い耳、紫紺の瞳。私の姿を見てあんなに怖がる人がいるのなら、ずっとこうして。あの子にはまだ時間が必要だよ。できるならずっとずっとこのまま。リ・ゼロから始める異世界生活氷結の絆、11月8日公開決定。君のためになら僕は何にだってなれる。続きまして、11月15日なんですが、地獄少女。伝説のテレビアニメが完全実写映画化ということで、この赤い紐を解いたら契約は成立するということで、主演が玉城ティナさんになっておりますね。まあ、アニメのこの地獄少女を知ってる方には待望の作品だと思うんですけど、僕ちょっと地獄少女見たことないんで、スロットではね、地獄少女ちょっとやったことはあるんですけど、切なく怪しく残酷な旋律の地獄送りダークファンタジー解禁ということで、一応トレーラー映像を見たんですけど、非常に怖かったですね。まあ、気になる方はトレーラー映像をぜひ見てください。こちらが11月15日ロードショーになっております。
続きまして、こちらも11月15日、影踏み。主演が山崎まさよしさんということで、真実を盗み出せ。孤高の泥棒。まあ、泥棒役みたいなんですね、山崎まさよしさんが。が、事件を解き明かす異色の犯罪ミステリーということで、世間のルールを外れ、プロの窃盗犯として生きてきた真壁秀一、山崎まさよしさん。ただの空き巣とは違う、深夜の人のいる住宅に忍び込み、現金を持ち去る凄腕の伸び師ということですね。こういう感じで、消せない過去と傷ついた心を背負い、ダークヒーローが真実を解き明かすということで、山崎まさよしさんが主題歌、影踏みを歌っている映画ですね。こちらが11月15日、ロードショーになっております。続きまして、こちらも11月15日、2週間限定イベント上映ということで、新テニスの王子様、限界の先に行き着く境地、両者、進化の時来たるということで、せめぎ合う勝利への執念、激戦の果て待つ者は。こちらが11月15日上映になっております。続きまして、11月15日なんですが、ブライトバーン、恐怖の拡散者。少年を怒らせると死ぬ。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ジェームス・ガンが送るジャンルミックス。全く新しい恐怖の拡散。人類の脅威、それはある少年の反抗期から始まった。ということで、こちらがね、個人的にとても気になりましたので、こちらの予告トレーラー映像をお送りさせていただきたいと思います。それではどうぞ。12歳の誕生日にそれは始まった。 Give it to me. I'm sorry, what did you say to me? He said, give it to me. Maybe there is something wrong with Brandon. I will never turn against our son. He's not our son. He is something we found in the woods. He's a goddamn animal is what he is.You're one of the only people in the world that knows how special I am. Guardians of Galaxy のジェームズ・ガンが送るジャンルミックス。新しい恐怖との出会い。We've got to do something.We don't want people going to get hurt, but people will die. I know there is good inside you. 少年を怒らせると死ぬ。ブライトバーン、恐怖の拡散者。続きまして、こちらも11月15日、殺さない彼と死なない彼女。君の隣で世界は変わる。この2人のダブル主演ということで、間宮祥太朗くんと桜井日奈子さんですね。ツイッターで話題沸騰の泣ける4コマ、待望の実写映画化ということで、こちらをご覧になっている方にはお待ちに待った作品ではないでしょうか。一応こちらがですね、間宮祥太朗くん演じる小坂玲くんっていうのが、殺すっていうのが口癖らしいですね。桜井日奈子さん演じる鹿野奈々さんは優しい死にたがりということで、不器用で純粋な少年少女たちをめぐる3つの物語はやがて1つの思いがけない結末へ、衝撃のラスト、タイトルの本当の意味に涙するということで、トレーラーズ映像見ましたけど、結構感動する内容になっておりました。11月15日ロードショーになっております。続きまして、11月15日なんですけども、こちらは邦画の注目作ですね。オーバーエベレスト陰謀の氷壁。ミッションインポッシブル2レッドクリフシリーズのプロデューサーが放つアクションエンターテイメント超大作。役所広司さんと制作がそのミッションインポッシブル2とレッドクリフシリーズのテレンス・チャンさんですね。ヒマラヤの鬼が挑む難攻不落のミッション。世界最高峰デスゾーンで失われた重要機密文書を奪還せよということで、こちらが注目作品なので、予告トレーラーをこれから流させていただきたいと思います。それではどうぞ。
世界最高峰の山エベレスト、タイムリミットは48時間、その頂が牙を剥く。墜落した飛行機に残された重要機密文書を求めて旅立つチームウィングス。さまざまな思いを抱え過酷なミッションに挑む隊員たち。There's something strange going on near the PTC. I hired you to take us to that plane. He's alive, at stake. 冒险上山去拿机密文件，不是要阻止战争，是要制造战争。The dark side of the people crushes me.陰謀の標的。続きましてこちらは11月22日ロードショーなんですけども、ゾンビランドダブルタップ、なんとベノム監督プラスデッドプール脚本ということで、ゾンビランドを明るく生き抜く僕たち、この星はもうすっかりゾンビですということで、10年という時を経てこの星はさらにゾンビゾンビゾンビして、俳優たちはアカデミー賞に絡むほど成長し、脚本家デッドプールを書き売れっ子となり、監督はベノムを取って飛躍を遂げた。この映画はもうすっかり超一流ですと自分で言ってますね。ダブルタップとは二度打ちしてとどめを刺せということで、面白そうなゾンビの映画が11月22日ゾンビ深まる季節到来ですということでロードショーになっております。続きまして11月22日なんですけども、決算中心蔵内入りやめとこうかということで、こちらなんですが、なんとナインティナインの岡村さん出てます。でこちらは堤真一さんです。内入りは槍弓全員刀でいいやんけ、内入り見積もりに入ってまへんという形で、それ以外の出演陣もこの豪華出演陣になっております。超お金がかかる。こちらもね面白そうなので、予告のトレーラーこれから流させていただきます。それではどうぞ。中心蔵、知ってる人も知らない人もみんな楽しめる予算達成エンターテイメント。話がちゃうがな。金力と銭はどんどん混んでいきます。お前意味持ち取るか。いえ、鉄鋼スネ当てなどもお忘れなく。中間引き込みで75両でございます。で全部つくだんけ。予算もメンタルもギリギリの中、彼らは果たして打ち入りできるのか。どこへでも打ち入ったるまい。決算中心蔵、無駄遣いしたらきまへん。次で最後になるんですけども、この11月22日超話題作ですね、アナと雪の女王2です。ついに帰ってきましたね。前作は序章に過ぎなかった、姉妹の物語はついに完結へ、大注目作品ですので、こちらの予告トレーをこれから流させていただきたいと思います。それではどうぞ。彼女の秘密は明かされ、二人の絆で王国は救われた。姉妹の物語はまだ終わっていなかった。なぜエルサはその力を与えられたのか。約束よ、何があっても一緒だって。それではこれで11月のフライヤー予定情報を終わりたいと思います。個人的に必ず行きたいのはやはりこのターミネーターとこのアナ雪ですよね。この2つは絶対外せないんじゃないかと思います。あと個人的に気になるのが、この地獄少女だったりゾンビランド、こちらもねデッドプール脚本ということで結構面白くコメディ化されて面白いんじゃないでしょうか。僕が集めたフライヤーだけの情報になりますので、これ以外の、ね、映画ももちろん上映されておりますので、皆さんぜひ11月見たい映画がありましたら足を運んでいただければと思います。それでは今回ご視聴ありがとうございました。
映画って本当にいいですね。